当にね、綺麗、可愛らしい。立体的に入れるといいですね。前の方に飛び出るように。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。グリーンギャラリーガーデンズのケイスケです。そしてグリーンギャラリーガーデンズの土山澄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃん。土山澄です。あれ、先生、さっきの事前打ち合わせと容器が変わってるんですけど。アキトのワイヤの容器にもやしマットをこう引いてやろうかなと思ったんですけど、細かい仕事が得意でないので、常にビニールが敷いてあるカゴにやっぱりこれがいいって、私に合ってるのはこれだと思いました。そうなんです。はい、そうってことは皆さんも作りやすい、初心者でも簡単で素敵にできる寄せ植えの作り方をしようかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ペチュニアね、もう結構出始めてますね。出始めてますね。ね、もう今、はい、ザシーズンそうです。ペチュニアの扱いなんかについてもちょっといろいろ聞かせてもらえたらと思いますので、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず今日はですね、はい、カゴに花びよりさんの栄養系ペチュニア、栄養系って種まいてできたのじゃなくて、挿し木で育ってますよっていうやつ、ペチュニアのベリーラテ、本当にね綺麗、可愛らしい、うん、ベリーラテをメインにして、はい、その後ろにシレネユニフローラ、YouTube 使ったことあります？あ、初めてです。あ、やっぱし、はい、シレネって鼻首がこう曲がって、立ち上がらずに垂れるものが多いんですよ。でこれはなぜか立っている、多分茎が硬いってことですよね、はい、立っているのでちょうどこれの後ろにこう入れたら可愛らしくできるかなと思って、はい、選びました、はい、そうして横に立ち上がって横に広がるタイプのコピアですね、ダブルのバコパ、こう植えまして、はい、そうしてあ、これ分かる、間をつなぐように。じゃあ何ですか？ラミウム。ピンポン。ラミウムはグランドカバーとかにもすごくそうです、はい、お庭でよく使う、いいですよね。ラミウムを株分けできそうなので、こちらとこちらとか入れたらいいなと思えるような場所に入れようかなと思っています、はい、そうしていつものカゴですね、はい、ビニールが下に引いてあって、うん、土が流れ出ないようになってます、うん、何箇所か穴を開けますえ、そんな大きな感じですか？いやいや、急にこれがね、はい、穴を6箇所くらいかな、ちょっと穴開けました。穴そんなに大きくないので、うん、鉢底ネットいらないですね、なしで、はい、でそのところに鉢底石ですね、人並べ深さ10センチくらいですかね、はい、横は25センチくらいですか、はい、ぐらいですね。でこちらが20センチ強ぐらいですかね、はい、はいはい、大体で大丈夫です、大体です、大体で、はい、でそこに人並べ鉢底石を引きました、はい、そして次は培養土にマグアンプじゃなくなってるマグアンプもとってもいい量なんですけども、はい、こちらマグアンプ&それ以外にもいろいろ入ってますっていうパイプネックスからの参加が出ている肥料を、はいはい、混ぜますね。よく混ぜました。ちょっと久しぶりに言おうかな。何ですか？グリーンギャラリーガーデンあ、そうそう、オリジナル培養土です。これなんか最初の頃よくやってましたね。いや、いろいろ作ってきたじゃないですか。そうですね。何鉢作ってきた？YouTube、結構だからなんか両手両足はもちろん足りないですよね。そうですね。私と他の方のも混ぜたら50何本寄せ植え関係だけでもあるんじゃないですか。いろんな植木鉢使ってきたじゃないですか。そうですね。それが何だかんだ一番いいですね。そうなんです、うん、やりやすい、色もいい、はい、出来栄えもいいし、そう、色もいいんですよ。これね、すごく先生がそれを推してくれてるのが、はいはい、ガーデン工事部のケースケとして大変嬉しいのがですね、うち天然木のウッドデッキ作るじゃないですか。でハードウッドっていう硬い木使うので、うん、塗らないんですよね、はい、木材って塗らないと、うん、こういう色になるんですよ。この色って植物すごい合うんですよね、うんうん、はい、そうなんですよ。やっぱり俺と土屋先生仲いいな合いますね、合いますね、はい、こちらからは以上です、はい、まずペチュニア植えますね、はいはい、主役から、はい、そうです。こうやってもみほぐしながら出します。肩の土をちょっと落としてこうきれいにしますね。結構根っこがホロホロ取れます。そうですね。こうやって見ると結構ここがこう回っているっていう状態なので、指を入れて丁寧にほぐします、はい、この頃ね、私ほぐすのねちょっと雑だった。え、雑ではないんですけど、うん、自分でこの YouTube を見ると、うん、雨が多かったせいか手が汚かったんですよね、はいはい、その汚い手で結構こう触ってたなと思って、水やりの後とかですからね。そうなんですよね、お店だと。なので、うん、完成して手が汚れてる時はハサミで直近とこの下棒をね
った方がいいです。そうなんすね。いいです。丁寧に。丁寧に。やろうと。結構反省してるんですよ。こう見えて。先生結構反省しますね。はい、反省だけならサルでもできるっていう。ほら、太陽が出てきたよ。そんなことないよって。神様が。はい。真ん中ですね。手前の真ん中に植えました。ベチュニアって結構こう生育が早くて大きくはなるんですよね。すごい、なんか 40〜50センチ、60センチぐらい。そう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 、株がなる。大きくなるのもあって、うん、いろいろありますけれども、うん、寄せ植えの場合は他のものと植えていて、窮屈になったらちょっと他のところに移してあげたりとか、花は切り花として扱って、コップに刺して楽しむっていうのでいいと思います。はい、そして次、シネネユニフローラですね。こうやってほら、後ろにたくさん根っこが。はい、すごい。すごいです、はい。こういう場合は、これはもう切っても大丈夫です。切らないと。もみほぐしながら出します。あ、すごいですね。どんな感じ？薄皮1枚剥く感じで私は切ります。でこうやってやると足元こうやっぱ蒸れやすいなっていうのがよくわかりますよね。ここが茶色くなって、まあ、丁寧に取ってください。はいはい、あんまり取りすぎると倒れますね。あ、そうですね。取りすぎないようにしましょう。、はい、なんか360度お花が向いてくれてますね。そうですね、かわいい。そうして両側に地に売ってたの知らなかった。あ、そうですか。シレネね、みんな大好きですよ。結構さすがにケイスケ覚えちゃったかなって、ええ正直思ってたんです。はい、ね、いやいや、そんなことないと思いますよ。たくさん覚えてると思います。あ、そっち、はい、よく覚えてます。はい、手作り優しいです。ちょっと地球に優しく。はい、これはバコパですね。バコパの八重ですね。立ち上がるタイプのものを選んでます。はい、立ち上がって広がるタイプのものの方が、はい、寄せ植えに立体感が出るので、いろんなバコパ出てますけれども、はい、こういう寄せ植えを作るときには立ち上がって横に広がるタイプを選ぶといいと思います。こんな感じで作れって言われたらできるんだけど、はい、何もないゼロからのここに着地しないんですよね。何と何を組み合わせるか、うん、っていうこと。植物選びが本当に寄せ植えの第一歩だし、はい、半分くらい決まるかなと思います。はいはい、とか言ってる間にこうバリバリとかをしました。ラミウムは強いので株分けとかもできますね。でこうやってみるとこっち側が大きくてこっち側が小さくて、ね、こういうふうになられているので、さて、ね、当てていいですか。はい、当ててください。ちょっとこっち見せて。はい、はい、こうなってるから。それは、うん、こっちです。そうそうでしょう。流れがね、こっち行ってますからね。うん、そうそうそう。でこれこうで、こうでは流れない。ここにね、こうやって、ね、こう行くと可愛いんですよ。ね、こう行くと、こっちがこう行ってるから、うんうん、もうこっち行かせないで、うん、こう来た方がいい。こう来たり、ね、こう来た方がいいから、はいはい、これはここなの。そうして、これをここに植えると多すぎるので、減らします。そうして、ここが、これがこうだから、ね、ちょっとこっち向いてるから、それをちょっとこっち向きにこう入れたりする。立体的に入れるといいですね。前の方に飛び出るように。余っているものは見えなくなっちゃうけれども、うん、後ろに入れて大事、うん、もしくは他の寄せ植えに使ってもいいです。うん、例えばこういうポットにまた入れといて土入れていただければ、また大きくなって他の寄せ植えに使えますので。こういうのが僕の事務所の前にいっぱいあるもん。ごめんなさい、これ私のです。あの見えないところに綺麗に先生まとめて、はい、だいたいできましたので、土をしっかり入れます。はい、このシレネ、やっぱりね、あんまりぎゅうぎゅうに植えると、さっき見ましたように足元の葉っぱが蒸れやすいですので、やっぱこの辺がちょっと蒸れないようにこう、ここ、こういうところ間空いてる方がなんかその後いいですよね。はいはい、ここの曲線が、はい、とてもバランスがいい気がします。ありがとうございます。なんでそうならないんですよ。こういうことを分かるようになってくださってありがたいです。ありがたいですっていうか、ただ単に綺麗とか花がいい、うん、この花が可愛いとか、うん、そういうことではなくて、この全体を見ていただいて、うん、そういったことの私の意図を感じ取れるようになった圭介さんがすごいと思います。ありがとうございます、ね、皆さん拍手。互いに褒め合ってどうするっていう感じがありますけれども、はい、丁寧に土入れますね。ありました。はい、以上です。完成しました。いや、素敵ですね。やっぱりこの取っ手がとっても素敵です。
ありがとうございます。ポイントはありますか？まずは優しい色使いの色のトーンが、はいね、トーンがね一緒ですね。優しい感じですね。はい、淡い感じで合わせました。うん、そして皆さんのお近くの園芸店でも揃えやすいものを選んだつもりです。なるほど。はい。なのでカゴとかはこれこの頃はよく出回ってますの で、 そ, うです、ね、それにこう優しい感じでのを選んでいただければいいと思います、うんうん、出来上がりましたら水やりを第1回目はしっかりしてあげて、うん、その後はですねペチュニアはどちらかというと乾燥気味が好きなのでその方がよく育つね、なんですけれどもそんなにたくさん土が入ってないので、うん、乾燥しやすい状態の鉢なので、はい、1日1回くらいの水やりでいいんじゃないでしょうか、うん、この状態を見てあげて、はい、水やりはやっていただくといいと思います。はい、ありがとうございます。はい、皆さん最後までご視聴ありがとうございまし た。チャンネル登録とグッドボタン、そしてガーデンデザイナーチャンネル7の方も引き続きよろしくお願いいたします。さよなら。